今回解説するのは湿原に住む風変わりなカエル、ではない。そもそもこいつ脊椎動物ですらない。見た目に反して、クダクラゲ目に分類される、カツオノエボシなどに近い仲間だ。このカエルにそっくりな部位は浮き袋であり、中身は空洞である。水中には最大で15メートルに及ぶ長い触手があり、触手から四方を放ち、魚類や甲殻類を捕まえて食べているようだ。四方には毒があり、人間が食らった場合も凄まじい痛みを受けることになる。湿地のカエルに触るときは要注意だ。幸い、カエルの部位は無毒なので、触り方に気をつければよい。ちなみに、こいつは多くのヒドロ虫が集まって、体が形成されている群体である。ヒドロ虫は個体ごとに役目を分担しており、浮き袋担当や触手担当などに分かれているぞ。そして、こいつの最も面白い点は、カエルのメスになりすます点である。この生物の浮き袋はカエルのメスにそっくりであり、カエルの繁殖期には空気の量を調節し、浮き袋を複雑に動かすことでメスになりすます。これは餌を得るための戦略である。ちょうどカエルの繁殖期とほぼ同じ時期に、この生物も単位生殖で子供を増やすため、多くの栄養が必要となる。そこで、普段は狙わないカエルのオスを騙して襲う進化を遂げたのである。手順を説明しよう。まず、自身をメスだと勘違いさせる。するとオスが交尾すべ、浮き袋に乗ってくるわけだ。すると、浮き袋は重みに反応し、くるりとひっくり返る。そこを触手で捕まえ、毒で仕留めるのだ。なぜ、こんな回りくどい手段を取るのかというと、こいつは泳ぎが苦手だからである。ゆったりした待ち伏せ型のハンターなので、獲物の方から来てもらおう、と進化を遂げたのだろう。ちなみに、カエル部分を船のパドルか何かで思いっきり殴ると浮かべなくなり沈むため、現地の人はそこまで怖がっていない。危ないからといきなり殴られるのは気の毒な気がするな。